怪人の陣なんだっけ、ごめんなさい、あ、燃え差しか、あれ、あれなんだっけこれ、息これね、春明のこと、始める、なんだっけこれ、やめる、あれなんだっけ、あ、定めるか、これはおむつ、ユーじゃないよな、有限、あやかしの言葉ん、あれなんか見たことある気がするけど知らん、あー、オッケーオッケー、よう、これなんだっけ、あー、そっか、三玉屋か、ようのようだよね、なんだ、そか、順位級だとね、グッドかね、あー、ケバケバのケバ、わかんないな、あ、デーモー、あ、愛せなんか道理に戻ったページだっけ、そうだね、こう見るな、アセージ3、まあ見えるかな、エクアドルか、取り締まる、厳しい政策の木だよね、あと宅落復帰とか、さあファイナル、あ、蜂とサソリのことだっけこれ、包帯、うん、そうだよね、よし、そしたら、次でラストぐらいかな、にしようかな、一旦はね、じゃあラストいってみましょう、クイナ、これは寿司、はい、これはぶどう色と書いてエビ色ですね、エビ茶のエビ、達成室、
名称？待って、二文字目は章だよね。文章とかの。あ、劇章か。あ、待って。有料違う。なんだっけ。瓶か。微酸。なんだろう。ミサ。ああそっか。見たことある気もする。これは下田屋。あ、ちょっとね、借家で。6位にいいんだっけ、これ。何ですかこれは。わかんない。環境式じゃないでしょ。三号地域仏教書。環境地域。なんだ、一文字目がわかんない。オッスか。見たことある気もすんな。おぉ、演舞台。そうだね、こっちの世界のこと。私、し、結構ギリギリだけど。暗石ラテ？あー待って、これなんだっけ？転校誌。あれなんだっけ？あ、キイチゴか、そっか。ジクジ君がね、まだわからないんだよね。はい、こっち。採点か。これはさすがにリトライかな。どうせならもうクリアして終わりたい。よし、やっていこう。ファイナルラスト。あ、これさっきやったぞ。ゼーモ。うわー、なにこれ。とかい、バイエー、はい、なんだ、足、なめるか、なんだ、わかんないぞ。恥ずかしめるか。待ちかな、これは。カナリア。あ、待て、違う、カナリアじゃない。あれ、待て、あ、よく見たら植物じゃねえか。なんだっけこれ。あれじゃない、
エニシダカ。これはネットルだよね。サステージ2。ん？なんだ。方向か。累積。はい。うわあ、待って、祭り。祭りってなんだっけ。覚えてない。そっか、この城か。高めに冬の方は分かったけど、何これ、分かんない。ポンプ、あー、陸自軍勉強するときにあった気もするけどな。では、ん？これは樹種だっけ。なんだっけこれ、謝る、アナドル、あれ、もうなんだっけ、ダメだ、あ、怒る、もう一回だ。そう、これが、これが一級か。わかんない。誤解。前密？これはサーベル。さあ、ステージ2。はい、これはダンジリー。動画にも撮ってきましたよね。山の車がダッシーと、楽しい車がダンジリー。シシュ。遅れつ？そうだね。サウスエイジ3。これカビルだよね。多分一文字、一文字でカビって読むと思うけど。これは行幸、みゆき天皇とかのお出かけのことですね。古文とかでもね、よく出るかな。はい、これは一文字目二文字目でゴムなんで、ゴム紐。さあ、ファイナル来ました。いらっしゃい。なんだ。当てちな気がするな。あんなります。あらたえ。うん、わかんない。はい、これはシズムですね。さっきあったよ。嫌と。
ということで、まあ30分強ですか、やってきたわけですが、いややっぱりね、一級はまだまだ勉強不足な感じなんで、本当にわかんないやつ多いですね。まあ、でも漢字で語をきっかけに覚えた漢字とかもね結構あるので、やっぱり漢字で語もなんだかんだでね関係に役立ちそうな気がしています、すごく。まあ、これからもね漢字で語を通して漢検準1級とかね1級のね対策動画を作っていきたいと思いますので、もしこの動画が良かったと思っていただけましたら、高評価やねチャンネル登録、そしてコメントなどなどよろしくお願いします。それでは、今回はねこのところで終了しましょう。以上サムティでした。ご視聴ありがとうございました。